金平梅。あなたの息抜きに祝儀を利用したんでしょう。こんな罰おかしいわ。そんなボンクラな子どうなったっていいじゃないの。あなたもバカなの。新しく正門家にやってきた大奥様好きの召使い凛花、彼女が理不尽に祝儀をいじめるので、さすがの春梅もついに切れて一騒動。そしてその時、高価な皿を割ってしまった罰として、3人はお堂の掃除を命じられたのでした。これで掃除は終わりました。それでいいですね、凛花さん。いいわよ、春梅さん、秋菊さん。ではちょっと待ちなさいよ。まだ何か？分かってるでしょうけど、今回の件は私たちの間だけのことよ。もしあなたたちが私の悪口を御奥様に吹き込んだら、私も同じことを大奥様にするから、そのつもりで。どういう意味ですか？こんなお屋敷にいるくせにわからないの？召使い同士の話に主人を使うなってことよ。奥様同士が揉めたら困るのはそちらよ。だって正妻と醍醐夫人では格が違いすぎるもの。じゃあね。行こう春梅。でも、そんなこと言われてもものすごく腹が立つわ。ねえ春梅、凛花と何があったの？お前が騒ぎを起こすなんてよくよくのことよ。あれは虫の居所が悪かったんです。反省してます。ふーん、何かあったなら言いなさいよ。向こうが大奥様好きだからといって遠慮することないんだから。ありがとうございます。金蓮奥様のご気性を考えたら、大奥様との揉め事は絶対に避けたいところだわ。はあ、極力凛花には近づかないようにしよう。こうして春梅は凛花を避けることにしたのですが、しばらくして都から正門家に避けることができない贈り物が届いたのでした。最強様からの贈り物？娘夫婦の登竜のお礼にと、数々の高価な品をいただきました。領中書とサイリン様、領中書はともかく、平次を殴り倒したサイリン様は私には痛快だけど、旦那様には平次が死ぬことになった元凶。でも私にとっては平次を追い出してくれた福の神だわ。それからもう一つ、サイリン様からの贈り物があるのですが、ただし書きが、牡丹の香る召使いにお礼としてなのです。こちらが誰に宛てた品なのかわからなくて困っているのです。心当たりはありませんか？牡丹の香る召使い？あ、お前が気に入ったわ。召使いとして連れて行きたい。そ
それは、もしや私のことでは？ボタンといえば金蓮だけど、召使いじゃないしね。ええ、一体誰のことかしら。思いつかないわね。そうね。その夜、奥様、旦那様がいらっしゃいました。旦那様、お待ちしておりました。いつも綺麗だな。ありがとうございます。ところで旦那様、例の贈り物の件どうなりましたの？まだわからない。頭の痛いことだ。贈り物が前回みたいに謎解きのようなものだったらと、迂闊なことができなくてね。そうですわね。それで贈り物の中身を伺っても？誰にも言うなよ。ザクロ石で彫られた、それは見事なボタンの花の髪飾りだ。そのような品が？ああ、だがあの品を贈られるような召使いが全く思い当たらないんだ。間違いない、私宛てだわ。旦那様、そのボタン私なら似合いますわよ。似合うだろうな。サイリン様からの品でなかったらすぐお前の髪に刺すんだが。ダメですの？ダメだ。サイリン様が望む相手がわからないうちはダメだ。絶対に私のものなのに、どうしたら手に入れることができるかしら。その頃、大奥様の部屋では、ボタンの香る召使いですか？誰も浮かびません。申し訳ありません。いいのよ、私も思いつかないのだから。困ったわ。僭越ながら一つ思いついたことがあるのですが。言ってごらん。はい、ボタンの香るという言葉は、大勢の中で秀でたものという意味ではないでしょうか。私が思いまするに、サイリン様のような高貴な方を満足させることができる正門家で一番秀でた召使いを指すのでは。審査会でそのものを選んで贈り物をお渡しになれば、言葉通りの意味にかなっておりますし、体裁も整います。そしてお選びになるのが大奥様でしたら、召使いたちも納得すると存じます。大奥様、私も賛成でございます。それでしたらうちの不手際にはなりませんわ。私も賛成です。そうね、旦那様に話してみましょう。そして凛花のこの意見はすんなり旦那様に受け入れられた。何ですって？うちで一番秀でた召使いを選んで、サイリン様からの贈り物を？冗談じゃないわ。あれは私の。
頼んだわよ、春梅。え？競い合うのは秀菊は向いてないのよ。お前ならできるわ。選ばれて、そしてサイリン様からの贈り物を私に譲って。協力は惜しまないわよ。私も応援するわ。責任重大だわ。でも一番秀でた召使いなんてどうやって決めるのかしら。あら、ごきげんよう、春梅さん。大奥様が一番秀でた召使いを選ぶいきさつは聞いた？ええ、私が思いついたの。名案でしょ。そうですか。見回したところ、ここには秀でた人はいないから、多分私かあなたが選ばれるわ。うん、あなたが来たのはサーリン様が帰った後でしょ。お礼の贈り物をいただく権利はないわ。あら、ちゃんと話を聞いていなかったの？贈り物を受け取るのは正門家で一番秀でた召使いよ。ふじゃあ頑張りましょうね。あの人だけには負けたくない。そしてこの話は他の奥様方の部屋にも行き渡り。ちょっとちょっと、元首、大奥様から今回のこと何か聞いてる？いいえ、何も。私たちあんまり優秀じゃないから、これを機に使い物にならないと追い出されるんじゃないかと。まさか大奥様はそんなことなさる方では。はあ、そう、そうよね。大奥様がどんな方法で選ぶのかわからないからビクビクしちゃって。せつが様、大奥様がいらない召使いを選ぶとおっしゃってるとか、私たち追い出されるかもしれない。どうかお情けを。そんなことはあるわけないでしょ。でも、そんなことより仕事しなさい。本当に追い出すわよ。はい。正門家の使用人たちは上から下まで戦々恐々としてきたのでした。みんな大奥様の顔色を伺って、大奥様の前では良き召使い。最初の目的からどんどん離れていくみたいだけど、大奥様は何を基準に一番秀でた召使いをお選びになるのかしら。探りを入れなくては。絶対に春梅を選んでいただかないと。何か手土産が欲しいわね。どなたか大奥様にお取り次ぎを。はい、ただいま。あ、あなたがリンカさん？は、はい。なんて綺麗な人。私は醍醐夫人のハン・キンレン。大奥様にご機嫌伺いに参りました。この方が醍醐夫人？すぐにお取り次ぎを。よろしく。
いきなり触るなんて、そんな、そんな。よく来てくれたわね。大奥様が少しお疲れではないかと、うちの春梅も心配しておりまして。まあ、春梅が？はい、それで春梅がこちらを大奥様にと。大奥様はバター蒸しマンがお好きですから、お持ちになればきっと喜んでいただけると思います。嬉しいわ、あの子は気が利くわね。そうなんです、本当にいい子で。春梅はうちの中であんなにいい子は他にいないと思っています。そうですね。大奥様も？もちろんですよ。春梅はあなたがうちに嫁いでくる前は私のところにいましたから。それでは失礼いたします。それで一番秀でた召使いをどのようにしてお選びに？サイリン様への体裁を整えるために始めたことなので、厚労省に当たるものをと考えているの。決して召使いを選別して辞めさせようというものではないわ。それではぜひ春梅を押させてください。あの子ならサイリン様の前でも上手に繕ってくれますわ。そうね、大奥様は春梅を気に入っていらっしゃる。これならいけそうだわ。リンカさん、人の顔を見て隠れるなんて失礼ですわよ。申し訳ございません。二度といたしません。どうかお許しを。以後気をつけてちょうだい。はい。それからうちの春梅と秀菊と仲良くしてね。約束よね。いい子ね。それじゃ。宴でのお作法ですか。その時に一番秀でた召使いをお選びになるのですね。そうよ、お前なら完璧でしょう。大奥様もお前のことはとても褒めていらしたし。お作法は大奥様から教えていただきましたから大丈夫だと思います。心強いわ、頑張ってね。はい。あとは宴を待つばかりね。お茶が欲しいわ、秀菊。はい、ただいま。そういえば凛花に会ったわ。私の顔を見て隠れたり、真っ赤になって逃げたり、ずいぶん変わった子ね。そんな感じには見えませんでしたけど。そう。とにかく頑張ってね、春梅。はい、頑張ります。そしてついに一番秀でた召使いを選ぶ日がやってきました。それではこれから作法通りに振る舞っていただきます。お客様をお迎えし、宴の間にお通しし、お酒を振る舞い、そして食事、麻雀の支度、お土産をお渡しして、
お見送りをするまで大奥様をはじめ他の奥様方にお客様を演じていただきますから。いつもそんなにきちんとやってたっけ？ううん、私作法なんかわからないわよ。玉将さん、お手本を見せてあげて。はい、大奥様。みんなわからなくなったら私の真似をすればいいのですよ。そして次々と召使いたちが作法通りに振る舞い。すごいな、みんなちゃんとしてる。凛花さんはさぞ自信たっぷりに。ん？でもなさそう。さすがに緊張しているのかしら。では芸春さんから。節賀様をお客様役に。はい。さすが芸春さん、そつがないわ。それでは次、凛花さん。あ、はい。あなたは金蓮様をお客様役に。え？私では不満かしら。とんでもありません。どうぞこちらに。上がってる。いつも完璧で自信たっぷりなのに今日はどうしたのかしら。凛花さん、何をやっているの？は？お酒の進め方も違いますよ。はい。気にすることないわよ、続けて。はい。私としたことが、申し訳ありません。すぐにお拭きして。はい。もういいわ、下がりなさい凛花。さて、先に進めますよ、カカさん。はい。凛花さん、凛花ったらダメじゃない。胸が熱くなって、あの人の前だと何もできない。では次に春梅さん。はい。それでは大奥様をお客様役で。はい。頑張ってね春梅。お前、名前は？はい、春梅と申します。いいなね、梅は私が好きな花だわ。ありがとうございます、嬉しいです。醍醐夫人を迎えるので召使いを用意してくれ。はい。春梅をもらっていいか？あの子はよく気が利く。ええ、とてもいい子ですわ。きっとお前はどこにいても主人思いの召使いなのでしょうね。とてもよくできましたね。ありがとうございます。大奥様が直にお褒めに。これは春梅が選ばれるのでは。皆さんご苦労様でした、これで解散です。はあ、やっと終わった。凛花さんは？知らないわ。
あの子結構見かけ倒しだったわね。いつもなら完璧にやり通すかと思ってたのに、本番に弱いのかしらね。玉将さんからきっとお叱りを受けるわね。そうね、大変そう。今日はいつもの凛花じゃなかったわ。一体どうしたんだろう。春梅、よかったわ。きっと大奥様はお前を選んでくださるわ。奥様、ああ、ずっと緊張していて足がガクガクです。春梅、ありがとう。お前は私の自慢の召使いよ。そんな、選ばれないかもしれないのに。お前の顔を見たらそんなのどうでもよくなっちゃったわ。もしやまたいつもの気まぐれでしたか。凛花、お前のことは本当に残念でした。申し訳ありません。期待して損しましたよ。玉将さん、そんな風に言うものではありません。凛花はいつもとてもきちんとやってくれるわ。今日のことはどこか具合でも悪かったのでしょう。大奥様、なんてお優しいお言葉、ありがとうございます。それでは彩鈴様からの贈り物の件はいいですね、玉将さん。もちろんでございます。一番秀でた召使いは功労賞として玉将さんに。ありがとうございます。せっかくの贈り物ですが、私には身分不相応ですので、どうぞ大奥様に。私にも贅沢な品ですので、うちの家宝にいたしましょう。凛花、蔵にしまってきておくれ。できるだけ目立たない場所に。かしこまりました。場所はちゃんと覚えておくように。はい。こうして彩鈴様からの贈り物は凛花によって蔵にしまわれたのですが、一番秀でた召使いが玉将さんですって。何その茶番。一人納得しない人物がいたのはまた別の話。彩鈴様から牡丹の香る召使いに贈られた座黒石の髪飾りは、大奥様の計らいで正門家の家宝となり、凛花の手で蔵に納められた。牡丹の香る召使いは金蓮奥様のことだったのですか。声が大きいわ、春梅。すみません。でも召使いに化けて彩鈴様をそそのかしに行ったなんて、旦那様にバレたらと思うとゾッとします。私にぴったりの牡丹の髪飾りなのよ。いつか必ず手に入れるわ。奥様、どうか揉め事は。大丈夫よ。私、近頃とっても我慢の利く女になっているの。あなたも知ってるわよね。奥様が健やかだと正門家も穏やかですでしょ。とはおっしゃるけど、奥様が我慢なさるのは旦那様が絡んだ時だけなのよね。あの奥様、大奥様がお呼びです。大奥様が。大奥様は確かひどい風邪をお召しになったと聞いてるけど、何かしら。私に
大奥様の代わりに遠慶へ。凛花を譲ってもらった挨拶に大奥様、ご無理はいけません。私が参ります。大奥様はどうかお休みに。助かるわ、よろしくね。金蓮様、実は遠家から訪問の際に凛花ともう一人部屋付きの召使いを連れてくるようにと。なら春梅を連れて行きますわ。また凛花さんと一緒なんですか。主人の私が我慢の利く女になっているのよ。だから部屋付きのお前もね。はい、わかりました。その頃、遠家では。皆さん、お客様がいらっしゃいますよ。どちらから。あの成り上がりの正門家から。凛花も一緒よ。それは面白くなりそう。久しぶりの気晴らしになるわね。奥様にお伝えしなければ。そして。ねえ凛花、遠家ってどんなところ。どんなって、その奥様の前だとまた。もういいわ、行けばわかることだし。申し訳ありません。遠家に着きました。あの奥様、遠家は。え。いえ、何でもありません。おかしな子ね。ようこそいらっしゃいました。召使い全員心よりお待ち申し上げておりました。まあ、ありがとう。全員すごい。庭の東屋に席を用意させていただきました。主人の自慢の庭ですので、どうぞ。まあ優雅ですこと。道案内は以前うちにいた凛花に任せたいと存じますが、いかがでしょう。そうしたいわよね、凛花さん。はい。ではそうしてもらおうかしら。はい。これは綺麗だわ。ご自慢なのも無理ないわね。枝が邪魔ですわ。押さえていますので、どうぞお通りください。ありがとう。ちっ。うん、どうかしたの凛花さん。なんでもないわ。お茶をお持ちしました。うん、驚いたわ。そちらにも道があったのね。あちらはお客様専用ですので。申し訳ありません。お客様の前でなんてことを。申し訳ありません。失礼いたしました。すぐに代わりを。粗相をしたらどうなるか分かっているわね。はあ、大げさね。ようこそいらっしゃいました。縁宝蘭でございますわ。正門家から参りました、藩金蓮でございます。本日は体調の優れぬ大奥様の代わりに。そこの小道を通らなかったのですか。いいえ、通りましたが、何か。いいえ、別に。
奥様方のお話になりますので、私たち召使いはあちらへ。はい。あら、まだお茶も運んでないなんて。申し訳ありません。先ほど新参者が粗相をしてしまいまして。それで。粗相を？それはいけないわ。後で連れていらっしゃい。はい。ん？ところで、大奥様の代わりとおっしゃったけど、あなたは何番目の奥様？5番目でございます。5番目なの？あらあら。何があらあらよ。5番目といえばね、旦那様のご葬儀の時、妻の名は正妻と御母堂の名しか添えてもらえず、その他はいなかったことにされるの、ご存知？いいえ。まあ、ご存知なかったの。これでその時が来ても嘆かないで済むわ。よかったわね。ムカつく。しかもこのよかったわね、まるで平次。ところで奥様、凛花はともかく、なぜうちの召使いを連れてこいと？あら、退屈しのぎよ。正門家でもおやりになるでしょ。うん、もしや五番目の方には退屈しのぎをする特権もないのかしら。失礼します。支度ができました。待ってましたわ。早く始めて。お前は先ほど粗相をしましたね。はい、奥様。ダメな子だわ。いっそ犬におなり。犬なら服はいらないわね。裸にしてあげなさい。はい、脱ぎなさいよ。ほら、犬には羞恥心なんてないでしょ。犬らしい格好をするのよ。犬でしょ。もっと足を開きなさいよ。ホーラン様、これは何のために？粗相した召使いへのしつけですよ。しつけ？呆れた。このババ、悪趣味。奥様、次は何をやらせましょう。召使いも最低。そうね。あ、大きなオスとつがえさせてみるのはいかがでしょう。そんな、恥ずかしい。大丈夫ですわ、犬ですから。そうね、犬ですものね。すぐ支度を。はい。何言ってんの、こいつら。奥様、オスの代わりにちょうどいいドラのバチがありました。まあ、良い品だわ。では早速。犬の交尾は広範囲だってご存知？お許しを、どうかお許しを。いい加減にしてよ。こんなもの見せられても不愉快ですわ。帰らせていただきます。あら、気晴らしになりませんの？こんなことが気晴らしだなんて、おつむがどこか壊れてるんじゃございませんの？あらあら、残念ね。やはり5番目の方だと。
こういう高尚な趣味は理解できないのかしら。高尚？笑わせないで。こんなの。バスへの見せ物小屋とその客と同じだわ。え？なんですって？あらあら、いい家の方は下品なものご覧になったことないから、たまに見ると興奮して高尚に思えちゃうってご存知？近年が女主人と緊張した雰囲気になっている頃、召使いの春梅と凛花はといえば。誰も来ませんね。いつまで放っておかれるのかしら。凛花さん、さっきからどうしたんですか？具合でも。ひどい、真っ赤に腫れてるわ。ほっといて。ダメです、これ何かにかぶれたんじゃ。もしやあの木ですか？あの木に触ってからですよね。え、大丈夫だからほっといて。ダメです、お薬をつけないと。あの、どなたかいらっしゃいませんか？いいって。あ、待たせちゃったわね。お茶とお菓子を用意したの。召使い同士で楽しみましょう。ありがとうございます。実は凛花さんが何かにかぶれてしまって、お薬をお願いできませんか？凛花がかぶれた？あずま屋のところの漆よ。いつものあれね。なんであの子の方がかぶれてるの？どんくさいからよ。そうね。あの、お薬をお願いできませんか？あの子なら大丈夫よ。ほっといてお菓子を食べましょうよ。凛花、顔腫れてるの？笑ってやろうよ。この人たち。お久しぶり、凛花ちゃん。顔が腫れてるんだって？見せて。うわ、真っ赤。ブツブツのとこ触らせて。うわ、気持ち悪い。私も触る。本当だ、気持ち悪い。やめてください。何してるんですか？まるで子供のいじめです。あら、正門家では息抜きにやらないの？え？自分より下の者はいじめたりからかったりしていいのよ。それが価値ある上の者の息抜きになるの。だってどんくさい子はそういうことでしかみんなの役に立たないんだから。この言葉、祝儀くみたいなどんくさい子は。凛花が言ってた。凛花さんはどんくさい子なんかじゃありません。うちではとてもしっかりしていて評判もいいです。皆さんはただ他人の弱みにつけ込んでるだけだと思います。へえ、だってふーん。うちの主人のホーラン様が言ってたわ。正門家なんてただの薬屋上がり。由緒ある血を引く縁家とは比べ物にならない、格下。ということは、つまり同じ召使いでも、あんたたちより私たちの方が上。だったら私たちの息抜きにしていいわよね。
お菓子はいかが？特別なおもてなしのためにわざわざ作らせたのよ。口は春梅。美味しいでしょ？唐辛子がたっぷりなの。水水を。はい、お茶。山椒水、これも特別よ。やめて。この子は正門家の人よ。こんなことして許されると思ってるの？それに私だってもうこの家の召使いじゃないんだから。いじめられっ子の凛花が大層な口を聞くようになったわね。でもうちの方がそちらより上なんだから、変わらずお前は私たちの息抜きよ。息抜き。凛花さん、違う。私たち息抜きなんかじゃないわ。うん、凛花ったら正門家で仲間ができてるわ。それで正門家の奥様をかばって漆の木でかぶれたのね。ホーラン様はお客のかぶれた顔を見るのが楽しみだったのに、凛花ったら邪魔したんだものね。凛花さん、なんかいろいろ言ってるけど、そろそろお開きにしましょうよ。そうね、奥様の気晴らしもそろそろ終わる頃だし。じゃあ。お着物を汚しちゃったし、凛花はかぶれたとこ洗わなきゃならないから、私たちでお風呂に入れてあげる。来て。この子たち、浴場に連れて行って。おう。離して。特別なお風呂よ、そのまま入ってね。お酒。出ちゃダメよ、ちゃんと肩まで使って。私が下品ですって？成り上がりのメロウのくせに。本音が出たわね。奥様、大変でございます。凛花さんと正門家の召使いの方にお酒を振る舞ったところ、二人ともたくさん飲まれて、挙句正体を失うほどのありさまでとても困っているのですが。何ですって？おやま。大きなことを言っておいて、召使いの方がこの始末。さすが成り上がりの正門家ですこと。まさか。ほんの挨拶のつもりだったのに、思わぬ方に転んだ遠景の訪問。どうなりますかは次の回で。大奥様の代わりに遠家を訪れた金蓮でしたが、女主人ホーランと召使いたちの振る舞いに思わずブチギレ。
その上一緒に連れてきた春梅と凛花まで、二人にお酒を振る舞ったところ、正体を失うほどのありさまで。春梅、凛花、みんなでお止めしたんですけど、浴びるほど飲まれて。うちの召使いになんてことしてくれたの。揃いも揃ってろくでもない。主人がバカだと召使いにもバカが映るのね。この声は、どうしよう、金蓮奥様が切れてしまった。もうただでは済まないわ。ふん。あらあら、それが正門家流の気晴らしのやり方なのね。え？どうぞ、うちの召使いならもっと殴ってもよくってよ。この子たちはそのためにいるんだし。自分の手で殴るなんて野蛮ね。でも新鮮だわ。私もやってみたい。奥様、それでしたら、正門家の召使いに酒を飲ませた首謀者にしつけを。いいわね。それは将校です。そうです、将校です、将校です。違います、私じゃ。将校が言い出したんです。ほら、ホーラー様の前に出るのよ。どうぞ奥様。うふふ。凛花はこんなところにいたのね。では気晴らしに。なんてことを。ダメね、いくら殴っても足りないわ。正門家のくせに許しませんよ。私に手を挙げたこと絶対に許しませんよ。上等だわ、私も自分の召使いにされたこと許さなくてよ。これ以上こんなところにいたくないわ。帰ります。残念ですが、そちらの車の方は先に正門家にお返しいたしました。何ですって。そうですわ、今夜は艦隊の宴がございますので、おもてなしは受けていってくださらないと。どんなおもてなしか楽しみですこと。ここにいるならそこの二人を着替えさせて手当てしてちょうだい。本当に召使いと同じ部屋でよろしいのですか。ええ、だってあなたたちが信じられないもの。宴の時刻になりましたらお迎えに参ります。それでは。金蓮奥様、申し訳ありません、こんなことになって。春梅。金蓮奥様、申し訳ありません、私のせいです。私がここに来る前に円家のことをお話ししていれば。起きなくていいわ、柳が揺れてるみたいで目障り。凛花。はい。話せるならぜひ聞きたいわ、円家のこと。はい。ふーん、
つまりホーランは性根が悪すぎて生き遅れ、親の遺産を食いつぶしながら今日のようなろくでもない暇つぶしをして過ごしているわけね。奥様、それはあまりな言いようでは。平たく言えばそうでしょう。ねえ、リンカ。は、はい。久しぶりに心から潰したい相手に会ったわね。奥様。リンカ、円家ってそんなに由緒あるの？はい、何でも皇帝が天から位を授けられた時、そばに仕えていた一族とか。いつの話？とても昔の。古すぎて誰も確かめられないわね。でも皇帝から下賜されたという家宝の玉環があって、ホーラン様は常にそれを巾着に入れて身につけていらっしゃると。どんな由緒かと思ったら、そんなもの振りかざしてたの？でもその由緒、信じてるの？はい、信じています。だからリンカ、円家は特別だから、ホーラン様は何をしても許されるの。覚えとくのよ、リンカ。弱くてどんくさいのが一番下。どこに行っても同じことよ。次は一番下にならないようにね。それが由緒ある家のしきたりよ。信じてました。だから従って。素直な子ね。そんな妄言真に受けるなんて、運が良かったわね、ここから出られて。それでリンカはなぜうちに来ることに？ホーラン様が麻雀に負けて罰金が払えなくて、その代わりとして課題級という方に売られて、そこから大奥様のもとに。課題級？ご存知ですか？まあね、あの男のことだから。きっと由緒ある円家の召使いです。どうぞ大奥様のもとに。とか言って機嫌取りに来たに違いないわ。面白い巡りね。さてあなたたち、これからここのババア、いえオーラにされた嫌がらせに対して私のやり方で晴らそうと思うんだけど、手伝ってくれない？はい。はあ、やっぱりだわ。一体何をなさるのですか？リンカ、あなたはもううちの人間よ。私のやり方に従ってもらうわ。はい。いい子ね。安心して。私はあなたたちに罪をかぶせるようなことはしないから。さて、ホーランは私にどんなおもてなしをしてくれるのかしら。楽しみだわ。そのことなのですが、いつも円家のやっているおもてなしがあるんです。教えて、リンカ。ホーラン様、おもてなしの支度が整いました。どれどれ。まず向こうをこの東屋に案内いたします。その際に例の漆の木の前を通りますが、ここでかぶれる仕掛けはバレていると思いますので、うちの召使いに避けさせます。そうすればきっと向こうは油断するでしょう。そのまま東屋の中へと案内しますが、足元に黒い紐を張っておきます。そこへ奥様が。さあ中へどうぞ。
奥にはいつもの料理を用意してます。うんうん。そしてあの女が一歩を進めたら、もちろんテーブルの上には熱いスープと油まみれの料理。テーブルは油だらけでうまく起き上がることができないでしょう。そこで私たちが手を貸し、手当てをすると見せかけて早く大母屋の方へ、そして漆の木の前を通らせ、そこをとどめに。大丈夫ですか？助けて、助けて。やけどに漆でかぶれて、そして溺れて、しばらく溺れて苦しむ様子を見ていたいんだけれど。もちろんでございます。それにたとえ向こうが溺死したとしても、すべて事故、私たちに責任はございません。そうね、そうね、楽しみだわ。宴の支度が整いましたので、お迎えに参りました。じゃあ行ってくるわね。あなたたちはここで休んでいなさい。はい、奥様。春梅、金蓮奥様は本当になさるつもりなの？ええ、奥様はおっしゃったら聞かない方だから。今までみんな泣き寝入りだったわ。由緒ある縁家に失礼があってはならないと。奥様は泣き寝入りなんてなさいません。あの方が我慢なさるのは多分旦那様に関わることだけです。凛花さん、縁家が怖い家だとは思いますが、うちも負けずに怖いですよ。凛花さん、外に誰か来てます？うん、昼間の子たちよ。私たちが動けないと知ってからかいに。動けますか？ええ。では。お見舞いに来たわよ。どうぞ。あなた、犬の真似をさせられてた子よね。はい。これから起きることには口をつぐんでいた方が得よ。さあどうぞこちらに。キャッ！うっ！おお！あっ！熱い！熱い！うん？でもお話、お話ったら、奥様。ああ！無礼者、お話。奥様、袖が。ああ、脱がせて、早く。あらあら。あれが玉環の入った巾着。奥様、巾着にも火が。大変、
火を消さないと。あの二人、どこにもいないわ。まだ動けないと思ってたのに。大変だ、奥様が池に落ちた。宴の召使いの方も大変なんだ。悪いけど、このまま正門家まで運んでね。あいよ。そうしたら、まんじゅうをたらふく食わせてくれるんだろ。もちろんよ。遠家のやつら、すぐ約束破るんだ。そして、正門家に戻った二人からの知らせを受けて、すぐに金蓮に迎えの車が出された。金蓮、大丈夫か？旦那様。奥様は遠家の女主人からお顔に漆の葉で殴られて。漆の葉？旦那様、こんな姿、旦那様にはお見せできません。かわいそうに。この責任は必ず遠家に償わせるから。旦那様。うまくいったわ。何も本当に漆の葉に触らなくても。あら、この方が旦那様が同情なさるわ。体の方は大丈夫？はい、うちでお薬もいただきましたし。凛花は？大奥様のところにご報告に。頭のいい子ですから、うまくやってくれると思います。そうね。それはもしや。例の玉環よ、どさくさに取り出したの。汚い石にしか見えないけど。そうですね。あ、割れちゃったわ。儚い由緒ね。奥様、これは玉ではありません。ただの石です。まあ。わかったわ。全部口をつぐむのが最良ね。私はもう正門家の人間だから、こちらの家のために尽くすわ。ありがとう。ところで春梅、あんな遠家から来た私を金蓮奥様はお嫌いになるかしら？そんな理由ではならないですけど、秀菊をいじめていることを知ったら嫌われると思います。私ったら、遠家と同じことを秀菊にしていたわけね。反省するわ。でも秀菊のことは好きになれないわ。悪いけど。全部すっきりとはいかないわよね。
それからしばらくたって。旦那様、どうか縁放乱にお慈悲を。私の知人、由緒ある縁家の者が困っているのです。女主人は病で伏せり、玉感がないと上言を口走るばかり。頼りにしていた古参の召使いは火傷で使い物にならず、薬代のために召使いを売ってなんとか食いつないでいるのです。そんな哀れな婦人が私に助けを求めてきたのです。どうか旦那様のお慈悲を。断る。私の大事な妻の顔に傷をつけたんだ。勝手にのたれ死にするがいい。そうだ、傷害の罪で問わぬ代わりに家屋敷も奪って裸で放り出すのも悪くないな。旦那様。大奥様、どうか旦那様にお慈悲をと。残念ですが、私も旦那様と同じ意見ですわ。隣家から向こうがうちを足ざまにしていた様子を聞きましたから、情けをかける理由が一片もありません。はあ。その後放乱は噴死し、由緒ある縁家は亡くなった。浮世の出来事など、空ゆく雲にはどこ吹く風、季節が巡れば花は開くし鳥はさえずる。いました、一番右の枝のところです。春梅、あのヒバリ捕まえて。そんな、さすがに無理です金蓮奥様。あ、行ってしまったわ。捕まえれば毎日綺麗な声が聞けると思ったのに。お願いします、どうか旦那様にお取り次ぎを。旦那様がお留守でしたら何卒大奥様にお取り次ぎを。御用が終わりでしたらいつまでもお待ちしますから。何度も申し上げましたように、本日はご予定がいっぱいです。どうぞまたのお越しを。課題級だわ、また来てる。この間縁家との仲裁をしようとして失敗して気まずい思いをしたはずなのに、高顔な男ね。さすが平次さんの元義兄ね。それにしても残念だったわ、あのひばり。網を戻してきて。はい、ではお先に。あら金蓮、ひばりがどうしたって。教授姉さん、ご機嫌ですこと。あら、わかる？天狗会というひばりの鳴き比べで、今度も私の応援していた乙葉が優勝したのよ。誰も文句が出ないほどダントツにいい声で。それはそれは。で、どれぐらい儲かりましたの？15両よ。違うわよ、私は。いつぞやホトトギスでかけていらしたじゃありませんか。バレてますわよ。言っときますけど、私が投資しているのは資材ですから、うちのお金には一切手をつけてませんから。とか言って細かくくすねて溜め込んでるくせに、先日折半した酒代いただいてませんわ。あら、そんなことあったかしら。記憶がないわ。やっぱり。で、乙葉はそんなにいい声ですの？
そりゃあもう、まさに天人が鳴らす楽器のようよ。笛と太鼓で天井へと登っていくの。天人が笛と太鼓を聞きたい。今度の天鼓会、ぜひ連れてってくださいませね。え？掛け事のお邪魔はしませんし、逆台もなしにしますわ。あの経過集、ちなみにお値段は？わかったわ。一度きりですからね。それと、このことはみんなには秘密よ。もちろんですわ。楽しみ。それと、一つだけ守ってほしいことがあるの。服装は思い切り地味にして。天候会の常連は裕福な老人ばかりなの。女人も少しはいるけど、正門家のものだって隠してるし、バレるのは絶対にダメだから。つまない。ダメよ、これだけは守ってもらいます。こうして金蓮は天候会に行くことになったのですが。お待たせ。金蓮。何よその格好は。だっておめかししたらダメなんでしょ。だったらこれぐらいやらないとつまらないわ。もう。着いたわ。ここで天候会が開かれるの。いらっしゃいませ。お連れの方は？これは私の上人です。そうですか、どうぞ。私を老人趣味にする気？別にいいでしょ。見たところ、教授姉さん以外みんなご隠居みたい。まあそうだけど。このひばりたちが鳴き比べをするのね。どれもいい声だわ。やはり今回も音派ですかな。しかし前回は風鈴も良かったですぞ。それなら春明も負けてませんぞ。今回も楽しみですな。ほら、音羽よ。赤い札が入ってるわ。この2枚に掛け金を書いて1枚入れるの。もう片方は自分で持つのよ。いくらかけるの？秘密。音羽は特別よ。一度聞いたら他の鳥なんか足元にも及ばないってわかるわ。一押しね。当たり前よ。どう？金蓮もかけてみない？え？うちの人もかけてもいいかしら？もちろんでございます。どうせ掛け事なんだから気に入った名前のにしよう。ソウン。旦那様、初めてでございましたら小姉の見本をお聞かせすることもできますが。いらない、勘で決める。さようでございますか。小姉の見本？そんなの聞かれたことなかったのに。ふーん。それではこれより鳴き比べを始めます。判定人はいつものメンツにございます。かけるのは老人ばかりなのに、
判定人は若者ばかりなのね。あら、そういえばそうね。どうぞ外に。さて、ひばりはカゴから出して空に羽ばたく際に出す声色の良さで競います。そんなことして戻ってくるの？もちろん、鳴らしてあるから。ではまず天輪から。いい声。風銀、陽針、春梅。いい声だけど、もう区別がつかないかも。大丈夫。音羽、すごいわ。まさに天人が鳴らす楽器だわ。でしょ。芸技として聞いてきた中で一番綺麗な楽器よ。確かにそうだわ。他のひばりと全然違う。の割には札は結構ばらついているのね。ということは、みんな聞く耳がないのね。だから教授姉さんが丸儲け。そういうこと。最後のひばりが戻ってきましたので、これより判定に入ります。さて帰るわよ。判定を聞かないの？だって時間がかかるんですもの。夕方また来ればいいの。ここにいてご老人の話し相手なんてまっぴら。確かに。あの、判定に入りますのでどうぞ。え？大丈夫ですよ。お連れの方には内緒にしておきますから。どうしたの？え？先に行っててくれ。後で落ち合おう。そう。見回せば数少ない女人は帰り、残ったのは男ばかり。さあどうぞ。なんか嫌な予感。どうぞこちらの席に。初めてですかな？はい。泣き比べはいいですぞ。若返りまし。ますます嫌な予感。お待たせしました。本日の泣き比べ、一番手は天輪。声よ。いや、見ないで、見ないで。いや。ふむ、初々しくていいですな。なかなか。で。風銀。ああ、おー、いいですな。だいぶ興に乗って、なかなか。いかがです、若い頃のように血がたぎるでしょう。
もう自分ではできぬので、ああやって泣かせてもらうのですよ。いや。表向きはひばりの泣き比べ。でも裏に回れば、その声は高職な老人たちにもてあそばれる者たちの。さて、次は乙葉ですね。乙葉は資産家の正妻だったんですが、旦那に浮気がバレてここに売られたんです。これが油の乗ったいい体で、右のちぶさに2つあるほくろがまたそそるんですわ。呆れた。申し訳ありません、次に出てくるはずの乙葉が都合で出られなくなりまして。都合とは？実は先ほど首をくくって死んでしまったものですから。なんだ、つまらん。今回は乙葉はなしですな。では代わりまして、ソウン。以上で今回の泣き比べは終了でございます。さて、いかがしましょう。乙葉がいないとなれば、風銀ですかな。シャンシーです。最近鳴らされてだんだんいい声になってきていますからな。では今回は風銀ということで。久しぶりの勝利ですわ。やられましたな。今回は大損です。次回は乙葉の代わりを新しく入れるのだね。はい、楽しみになさっていてください。ところで、ひばりの方の乙葉はどうなるのかね。別の名前で出します。皆さんの目的はそちらではございませんし、ひばりの声など区別はつきませんから。こんなことに、あんなに綺麗なひばりの声が使われるなんて許せないわ。ご老人たちと面白い話できたの？何よ。泣き比べってひばりじゃなかったの？し。ひどい、ひどいわ。あんまりだわ。ずいぶんな泣き比べを引き当てちゃったわね。こんなのってないわ。私の乙葉にかけた分はどうなるのよ。そっち。私は今回亀に溜め込んでた100両かけたのよ。それどうなるのよ。100両。ああ、ダメ、死ぬ。私の100両。しっかりしてよ。そんな弱腰じゃ100両丸ごと持ってかれるわよ。いやよ、絶対に嫌。私はね、あんなジジイたちの欲求不満解消のために乙葉みたいなひばりが使われるのは嫌なの。それに私欲しいの、乙葉。お互い欲しいものをいただいて帰らない？さて、金蓮たちがひばりの声で思わぬ事件に巻き込まれている頃。困った。正門家が私に冷たい。
やはり円家の方を持ったのがまずかったんだ。よく調べてから味方をすればよかった。こんな時平次がいてくれたら。平次はいつも心よく金を貸してくれた。家計が潤っていたのはあの子の持参金のおかげのようなものだ。平次さえ生きていてくれたら、この借金などへでもないのに。そんな甲斐があるのですか。声が大きいですよ。すみません。甲斐の名は天子甲斐と言います。ひばりの泣き比べにかこつけた女の泣き比べ。賭けの額も多いので、そちらが目的の方も大勢いらっしゃいます。甘い言葉に乗せられてついていったのが間違いだった。最初は気晴らしのつもりだった。優勝は初音。生めかしい光景と勝った時の高揚感にたちまち天狗会の虜になった。そんな時、次は金蓮。正門家の醍醐夫人と同じ名だ。醍醐夫人とは全く似ていなかったが、同じ名前というだけで妙に気をそそられ。平次はいつも言っていた。金蓮さんは私のことが嫌いなの。だからこっそり私に嫌がらせを。私ったらなんてことを。今のは忘れてくださいます。平次が病死したのはきっと醍醐夫人にいじめられていたせいだ。あの女は色欲で性根の悪い女だ。あいつのせいで平次は。そう思うと、目の前の金蓮が凌辱される姿に胸がすっとした。いいですね、金蓮は。あの声には心の内の黒いものを引き出す魔力がある。刺激的な。さよう。金のことだけ考えていればよかったのに。私はどうかしていた。金蓮と枕を交わしたいとおっしゃるのですか。そうです。金ならいくらでも出します。金蓮は一番人気なんです。高いですよ。構いません。許して、堪忍して。堪忍して。ダメだ。お前さえいなければ。お前さえいなければ。おい、金蓮。その時、やっと我に返った。なんということを。大丈夫ですよ。後始末は引き受けますから。
高いですがね。ああ。2000両。大丈夫。耳を揃えて返せなんて言いません。ずっと毎月少しずつ同じ額を納めてくだされば良いのです。10両とかどうでしょうか。それなら、はい。では決まりですね。あ、申し忘れていましたが、利子は残金の分につきますから。はい。楽な返済のはずだったのに、ずっと払い続けているのに少しも借金が減らない。それどころか利子は増える一方だ。どうしてだろう。はあ、こんな時平次がいてくれたらな。なぜ死んだんだ平次。はあ、生き返ってくれ。ひばりだ、あんな鳥さえいなければ。猫か。いやあ、来ないで、来ないで。いやあ、落ち着いてください。猫が、猫が。私が獣が嫌いなの知ってるでしょ。その上に鳥を。この声、平次に似ている。大丈夫です、すぐに追い出しますから。ああ、まあどうしましょう。しっかりなさってくださいませ。どうかなさいましたか。なんでもありません。猫嫌いの二層が失神してしまったのです。どうぞお気遣いなく。失神、それは難儀な。どれ、遠慮なさらず。平次、まさか。いや、瓜二つだ。さっきの声もそっくりだった。カニ様。あ、ひばりの鳴き声一つに導かれて、生きている姿を過大級に見つかってしまった平次と、乙葉と金を手に入れようとしている金蓮と教授、どうなりますかはまたの回で。金蓮と教授が参加した天鼓会とは、表向きはひばりの鳴き比べを楽しむ風雅な老人たちの集まりでしたが、裏に回れば、若い頃のように血がたぎるでしょう。もう自分ではできぬので、ああやって泣かせてもらうのですよ。ひばりと同じ名をつけた女人たちを凌辱して泣き比べをするという、
ハレンチな会だったのでした。オトハがいないので今回は封銀ということで。私のオトハにかけた分はどうなるのよ。亀に溜め込んだ百両かけたのよ。私だってオトハがジジイの欲求不満解消に利用されるのは嫌だわ。それに私オトハが欲しいの。お互い欲しいものをいただきましょうよ。お待たせしました。泣き比べの判定が出ました。今回の優勝は風銀。やはり今回は風銀ですな。見事な声でした。納得できないわ。オトハの方が良かったわ。判定人は耳がどうかしているのよ。ここで一番声がいいのはオトハよ。だから百両もかけたのに。残念ですが判定を覆すことはできません。だってやめなさい。負けて悔しいのはわかるが、ムキになるのは野暮だぞ。でも百両もかけて。そんなはした金わしが出すから諦めなさい。百両がはした金とは、これは乗客だわ。分かったわ。旦那様がそうおっしゃるなら諦める。そうか、いい子だ。お客様、ぜひ次の天候会にもご参加ください。そして今回の分を取り返してくださいませ。ああ、そうさせてもらうよ。またのお越しを。さて、これから出かけるからひばりたちをしまってちょうだい。よかったね。ちゃんとお前の声を分かってくれる人がいたよ。さすがね、教授姉さん。お芝居が真に迫ってたわ。本当に私に損はないんでしょうね、金蓮。そのつもりよ。それに何もしなかったら百両を大損するだけなんだから、私にかけてみるのもいいんじゃなくて。そうね。じゃあ今日はこれで。ええ。あ、経済だわ。久しぶりに見るわね。あいつが母屋に来たということは、あ、もしやまた平次が何かやらかしたのでは。これは探ってみないと。それで順調にいっているのか。糸屋と呉服店の方は任せられる人材が見つかったのですが、質屋の方がまだ。どこから聞きつけたのか、うさんくさい自薦の者が頻繁に現れるので、素性を調べるのに時間がかかっています。今の役職にいるうちにできるだけ商売は広げておきたい。なんならお前が役店を離れて質店に移るのはどうだ。そうですね、あまりにも見つからないようでしたら、今日もこれから安陽慶という男に会うのですが、果たして。焦る必要はないが頼むぞ。わかりました。それでは。なんだ、仕事の話だけか。平次のことじゃなかった。あの二人が相談事をしてるとつい疑ってしまうわ。さて、次の天候会までに綺麗な鳥かごを注文しなくっちゃ。さて、その夜天候会が行われた郭では。お帰りなさいませ。着替える。はい。それから新しいひばりが届いております。ご確認を。それも着替えてからだ。さて、新しいひばりはどこかしら。こちらです。
どうもパッとしないわね。ちょっと泣かせてごらん。ひどい声。これじゃヒバリじゃなくてアヒルだわ。あの強欲商人、ねぎったらこれだわ。とても泣き比べで使えるような代物じゃないね。いいことを思いついた。ここで一番声がいいのは乙葉よ。だから百両もかけたのに。あの客はそう言ってたわ。まるで自分にはヒバリの声が聞き分けられるかのように。だとしたらお前の命は、そうね、ビンガ、美声で説法を説くという伝説の鳥と同じなよ。そして今まで乙葉だったヒバリを今度はビンガにするわ。あの客は本当にわかるのかしら。今まではヒバリと女人が偶然会っていたけど、どうなるか楽しみだわ。そして次の天狗会がやってきたのでした。本当に本当に本当にうまくいくんでしょうね。うまくいくと思うんだけど、どうかな。あなたのその格好、何度見ても腹が立つわね。まだ二度目じゃがの。その喋り方も腹立つわ。お客様、ようこそいらっしゃいました。どうぞ楽しんでいってくださいませね。新しいヒバリは入ったのかね。はい、ビンガと言います。風銀の隣におりますわ。乙葉は？それが残念なことに数日前落聴してしまったのです。乙葉がいないの？そうなんです。そんな、あんなにいい声のヒバリはめったにいないのに。かけるヒバリがいないわ。前回買った風銀はどうだ？区別なんかつくものですか。たかがヒバリの声よ。乙葉は本当に死んでしまったのかしら。嘘よ。ヒバリの声なんか区別はつかないって言ってたから名前を変えて出してるはずよ。名前を変えて、じゃあ今までも他の鳥たちも変えていたかもしれないわね。私が区別がついたのは乙葉だけだから、いたらわかると思う。百両よ。わかってるわ。これからは風銀ですかな。いやいや、ダントツとはいきませんぞ。天輪にも捨てがたい味わいが。そういえばこいつら、カゴの中のヒバリの声に耳を傾けたことなんてなかったわ。ヒバリのことなんてどうでもよかったのね。さて、金蓮にはわかると言ったものの、いつもと違ってさえずりの声だけで乙葉がわかるかしら。いいえ、弱気になっちゃダメよ。私の百両、倍にして取り返すんだから。決まった？ええ。見つけたわ。乙葉はビンガよ。わかったわ。では打ち合わせ通りに。ダメだわ。
迷っちゃう。オトハがいないから全然わからないわ。ビンガなんかどうだ？それは絶対来ないと思う。名前が難しいもん。ほらね。ではこれより本日の鳴き比べを始めます。どうぞ外にお出になってください。書いてきたわ。うむ。ではまず用心から。春明、風銀、ビンガ、ほらね、当たっているでしょ。ええ、さすがね、教授姉さん。わしは今回は風銀で行きますわ。私は春明よ。行く時の声が絶品なのでね。わかります。真相を知ってみればひばりの声などどうでもよくて、女の品定めに夢中だっただけなのね。新入りの何と言ったかな。ビンガですか。覚えづらいなですな。説教臭いし、やめておきますわ。それでは判定に入りますので、後ほど。じゃあ後で落ち合いましょう。おう。私はうまくやったんだから、あなたもやってちょうだいよ、金蓮。そのつもりよ。失敗したら高くつくからね。わかってるわ。では最後に、私ったら勢いでビンガに300両もかけちゃった。負けたらどうしよう。そんなこと大きな声で。300両なんてはした金気にするな。楽しもうじゃないか。旦那様ったら。おお、これは豪気ですな。また稼がせてもらうわ。なんたって女人の方のビンガはあれですもの。あ、いい子だから泣き比べに出るお姉さんたちのところに連れて行ってくれるかい？うん。おじいさん、いつも音羽にかけてたおばさんと一緒にいた人だよね。ああ。おばさん？うん。おばさん、いつも僕の育てたひばり選んでくれるから嬉しいんだ。一番いい声でしょ、僕のひばり。ああ、そうだね。みんな、良い耳を持ってないからな。だよね、だよね。あ、ここだよ。ありがとう。このことは誰にも言わないでおくれ。うん、わかった。ノー。おばさんとわしは、君が世話しているひばりの声が大好きなんじゃが、連れて行ったらダメかの？大事にしてくれる？もちろんだ。大事に大事にするよ。だったらいいよ。ビンガはいるか？はい、私ですけど。ちょっと頼みがあるんじゃが。
席にお着きください。そろそろ始まりますよ。お待たせしました。本日の泣き比べ、一番手は陽心。ああ、天輪。今日はこうつつけがたいですな。平凡だという見方も確かに。続きまして、風銀。来ましたぞ。あ、いいじゃないですか、なかなか。今回も風銀ですかな。さて次は皆様のお耳休みになさってください。お耳休みとは？ご覧くださればわかります。あんな娘じゃ笑いを誘うだけだけど。では次は新参になります。触らないで、一人で行くわ。でも、騒がしいわね。瓶が。あの女じゃない。これは瓶が、あの伝説の瓶がじゃ。さあみんな、もっと近くに来て、私を見て。そうよ、もっと近くに。私の声を聞いて、私の匂いを嗅いで。ああ素敵、みんなの目感じるわ。ああ。なんてこと、みんなあの女の虜になってる。あ、触れてはいけません。瓶がはこれで終わりです。はあ、なぜこんなことに。あの女は誰？どうして入れ替わったの？あのような女人を用意しておきながら、お耳休めとは人が悪い。今のは。いや、若返りましたぞ。素晴らしい。今回の勝負はすでに決まりですな。優勝はビンガです。当分はビンガ一択ですな。まったくです。次回も楽しみですな。どういうことか説明しなさい。お前と入れ替わったのは誰？ビンガよ。だから私変わってあげたの。そうじゃなくて。本物の瓶がよ、すごく綺麗だった。拉致が開かないわ。客には受けてしまったし、今回はやり過ごそう。それでは今回の泣き比べ、判定は瓶が。異論なしですな。もちろん。やった、やったわ。かけてよかったわ、瓶が。この客、確か二人連れの。虫の知らせっていうのかしら、土壇場でひらめいたの。運が強いのね、私。
で、配当は？まあ、こんなに？前回損した分どころか、どんと倍額だわ。悔しい。あんなにがっぽり持っていかれるなんて。あ、がっつり稼いだわよ、旦那様。それはよかったの。もう笑いが止まらないわ。そういえばあの老人、判定の時に姿が見えなかった。みんながビンガに熱狂している時にいなかった。探ってみてもいいか。さて、お金はしっかり稼いだし帰りましょう。ちょっと、私のひばりがまだよ。ビンガを手に入れないと。ビンガがそんなにお気に召しましたか。よろしければお譲りしましょうか。本当？はい、いつも参加していただいているお礼としていかがですか。それはぜひ。うん、いいじゃないの。向こうからあげるって言ってくれてるのよ。労せずに手に入るなんて万歳だわ。そうですよ、遠慮なさらず。すぐに用意しますので、どうぞ中でお待ちください。じゃあ、私は先に帰ってるから、ごゆっくり。うん、いつもながら逃げ足が早いわね。自分の用事が済んだ途端これだもの。さあどうぞ。なんか嫌な予感。奥様にはビンガのことを大層気に入っていただけたようですね。あれは元芸妓でね、音楽にはうるさいんだ。うん、お客様は今日のビンガを気に入っていただけましたか。もちろん。それは何よりでございます。実はお客様にはとても残念なお知らせをしなければなりません。今日の泣き比べに参加したビンガは偽物なのです。偽物？何者かがうちのビンガと入れ替わったのです。どうしてその話を私に。まさか私だと。いいえ、そんなはずないわ。連れておいで。ごめんなさい、ごめんなさい。甘いね。もっとぶってをやり、みんなお前のせいだよ。やめなさい、この娘は関係ない。関係ない？そうだ、ビンガのせいじゃない。この娘がビンガだとなぜお分かりに？しまった、捕まえろ。おやおや、お前だったんだね、ビンガ。お前何者だい？もう一人の女と組んで私から金をふんだくろうと企んでたんだろう。図星だろ。喋る気はなさそうだね。うん、いいね、本物の女だ。私と違って、見せるだけであんなに男たちを喜ばせた女だもの。枕を交わしたらさぞ大勢の男たちを虜にするんだろうね。本来なら古井戸にでも投げ込んでやるところだが、粗悪な女を売りつけられて気がめいってたとこだし、当分うちの泣き比べに出てもらおうかね。この声を聞いたらジジイどもは喜ぶだろうよ。私はついてる。
今夜お前に大事な接待の相手をしてもらおうかね。お前が相手ならきっと向こうも落ちるだろうよ。冗談じゃないわ。私がそんな。井戸に投げ込まれたくなかったら口答えしないように。冗談じゃないわ。なんで私だけこんな貧乏くじ引かなきゃなんないのよ。教授姉さんだけうまく逃げおおせて、私だけこんな目に遭うなんて理不尽だわ。隙を見て逃げ出してやる。そして覚えておきなさい、天狗会なんか潰してやる。誰？天狗会の主催者だ。これから私がどうしても仕事で組みたい相手が来る。そいつを喜ばせるんだ。お前ならできるだろ。失敗したら？井戸に沈める。最低。旦那様、お客様がお見えになりました。主演が終わったら連れてくる。死にたくなかったらおかしなことは考えるな。それにしても教授姉さんたらほんと冷たいわ。私が正門家に戻ってこないんだから心配してくれてもいいのに。もう絶対教授姉さんとは組まないわ。来た。どうぞこちらに。とびきりの美女を用意しておりますので。いいんですか本当に？もちろんです。それじゃあ遠慮なくいただいちゃいますよ。この声なんか聞き覚えがあるんだけど。名前をビンガと申します。それはいい名ですね。では失礼して。ビンガさん、こんばんは。旦那様、お待ちしておりました。ご奥様、なぜこんなところに？それはこっちのセリフよ、経済。いかがですか？気に入っていただけそうですかな？もちろんだ。ゆっくり過ごさせてもらうよ。早く二人きりにしてくれ。かしこまりました。ちょっと見張りがいます。無粋ですね、せっかくの仰せを。調子に乗らないで。久しぶりに会ったと思ったら堅物じゃない時のあなたなのね。これも仕事の顔ですから。新しく始める質屋を任せられる人を探しているんです。安陽慶とお知り合いでしたか？あの男、そんな名前なのね。あいつならやめた方がいいわよ。だってね。なるほど。そしてひばりのために二億様とそんなろくでもないことを。旦那様が聞いたらさぞお嘆きに。あら失礼ね。旦那様のために一番突っ込みたい平次のことから気をそらしてあげてるのよ。感謝してほしいところだわ。感謝してます。よろしい。で、感謝の気持ちはちゃんと形に表さないと。私、安陽慶に晴らしたい恨みがあるんだけど。わかりました。で、お望みは？あなたって旦那様を盾にすると何でも願いを聞いてくれるのね。気に入りませんか？別に。
あなたの弱みを握っていると思えば気分がいいわ。あなた、ひばりの声をちゃんと聞いたことある？いいえ。乙葉の声は天上の楽器よ。あなたにも聞かせてあげたいくらい。旦那様、次の天狗会のことですが。旦那様、旦那様。大変だ、旦那様が、旦那様が。どうしました？旦那様がお倒れに。それは大変だ。すぐにうちの医者をよこしましょう。使いの者を。ありがとうございます。手遅れだけどね。安陽慶が突然病気で亡くなったって。それで亡くなってからがびっくりで、人買いから女人を買ってひばりの泣き比べと嘘吹いて女人を泣かせて賭けにしていたんだと。最低な男だね。それでひばりはどうしたんだい？たくさん買ってたろう。なんでも金持ちの小塚に世話人ごともらわれていくそうだよ。それはよかった。探しましたが、ご奥様のおっしゃるひばりがいないんです。世話人たちに聞いても知らない。乙葉が手に入らないなんて、私だけ無駄足。あ、金蓮、無事に帰ってたのね。教授姉さん、私を置いて逃げたわね。え、何のことかしら。それにあなたなら何かあっても大丈夫でしょ。あ、そうそう、これ預かっているの。もしかして乙葉？ええ、あなたと別れた日、世話係の男の子が持ってきたの。あの、どうぞ連れてってください。この家の主人はひばりのことを本当は好きじゃないんです。だから大事にしてくださいね。ほら、これでお互い望みが叶ったわ。ということで、じゃあ。あ、相変わらず逃げ足の早い。春梅、秀菊、おいで、いいもの聞かせてあげる。というわけで、まだ質屋の方は。うむ、ひばりか、いい声だな。天井の楽器のようだと誰かが言ってました。闇女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。今回のお話いかがでした？感想をコメント欄に書いてくれると嬉しいな。チャンネル登録、高評価もいただけますととっても励みになりますわね、旦那様。皆様、どうぞよろしくお願いします。